さあ、ゴルフ肘について説明をしていきます。まずゴルフ肘なんですけども、肘の内側ですね、この肘の内側の筋肉が使いすぎることによって筋肉自体に炎症が起きることだったりとか、またはこの骨の周辺に炎症が起きることをゴルフ肘というふうに言います。主に治療としましては、この肘の内側の筋肉の柔軟性ですねを出していくことだったり、こういった肘のバンドですね、こういったものを使うのも効果的だと思います。また肘の内側の筋肉をかなり過度に使うような動きをしている方がほとんどですので、動作の改善などを私たちが指導させていただくことによってスムーズに競技にできることが考えられますので、ぜひご相談いただければと思います。